久保さん、確かになんかこんなキャンバーのやつすごいのありますよね。あれ、タイヤがここしか減らない感じですよね、多分ね。<laughs> まあ全体使えてない感じで。だ逆に VIP ですよね。タイヤのこんだけあるのにここしか使わないみたいな。<laughs> まあ人それぞれやっぱね、あの、全然違うんで、やっぱ、あの、あれじゃないですか。大事なのは、 自分がいいなと思った自分がこうなりたいなと思ったものを,をやればいいんじゃないですかね僕はまあねあのあそんな生活いいなと思って、まあ、その生活になるためにいろいろやってきましたけどでもそこででもやっぱこれってやっぱダメなんじゃないかなとか自分には無理なんじゃないかなとかやっぱ就職しないといけないのかなとか。 なんかその他の概念というかね自分はこうしたいと思ってるんだけど周りがこうだからとか、うん、世の中にはないからとか常識じゃないからとかなんかそういうので判断すると自分が本当にこう欲しいものだったりとか自分がこうしたいっていうことは手に入らないんじゃないかなと結局その周りの目に合わせる人生ですよね周りの常識に合わせる人生になっちゃうのでまあどっちが正しいのかわかんないですけどまあ人生は一度きりですから その一度の中で自分がそう、どう、自分が思ったことを自己実現どれだけできたのかっていうのが、まあ自分の人生なんじゃないかなと思うんですよ。だって自分がそう思ったんでしょ <laughs> 自分がそう思った、自分がそう感じた、それを実現できたのか表現できたのか、その回数が自分の人生の濃さなんじゃないかなと思いますけどね。いってらっしゃい。